だけ今の思い、良かったです。あの訴訟やった甲斐がありました。今日の判決は、原告全員を認定を命ずる、地裁で認められなかった、2名をに認定を命ずる判決となりました。この2名は同居家族に認定患者がいないという理由で地裁では棄却されていましたが、それについて、同居家族に認定患者がいなくても認定すべきだという判断をしていただいたということです。水俣病である蓋然性が 50% 以上であれば認定すべきだということを裁判所も改めて確認をしたということがまず第一点です。そして、疫学の適用の問題ですが、これまであの関西訴訟の高裁判決以降、私どもの、この行政訴訟の一審判決、あるいは私どもと同じ原告でやっている三次訴訟の、一審判決でも、疫学は個人には適用できないということが、裁判所の判断として示されてきました。今回の判決では、個別の、ベトリウス菌に対する暴露歴などの疫学的条件を具備するものについて、ベトリウス菌暴露歴に相応する四肢末梢優位の感覚障害が認められ、かつ当該感覚障害が他の原因によるものであることを疑わせる事情が存しない、疑わせる事情がない場合には、当該感覚障害はベトリウス菌の影響によるものである蓋然性が高いというべきである。私どもの主張をそのまま受け入れていただいた判決だと捉えています。今、ノーモア水俣の裁判が各地で行われております。新潟でも行われています。そういった裁判の主張にも大きな影響を与える可能性があるものと思っております。その意味では今回の判決が、この半世紀以上を超えて解決ができていない水俣病問題の根本的な解決に向けた一つのターニングポイントとして、の価値を持っているというふうに考えております。な当然の判決とはいえ、まあ、私も弁護士になって26、7年ずっと水俣と縁が切れなかった。縁が切れないという言い方はおかしいですけど、弁護士になる前から司法修習生の頃からあの水俣に関わってきた。いつあるんだろうとずっと思っていた。まあ、これで終わるってことはないでしょうけど、やってきた甲斐があったなと思ってます。認定患者がいないとか、あの家族が漁師じゃなかったとかいうことにこだわるんじゃなくてですね、やっぱりもうちょっとやっぱり広くですね、まあ、今回、まあ、2人あの認められなかった、あの原告も2人、まあ、認めて、まあまだこの例があるのかもしれないですけども、まあ、今回認めてもらえて本当嬉しいです。